さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあそして今回はゲストでりょうくんです。よろしくお願いします。カスタム…あ、ごめんなさい、いいお願いします。カスタムプロデュースのりょうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というのも今カスタムプロデュースの試乗会&展示会に来てまして、カスタムっていうのがディラックス、ユニオン、キャピタ、そしてシュレッド、どこにもあるけどコールとかスノーボード用品をたくさん扱っている会社のもうトップの営業マンですって言いながらも、ありがとうございます、はい、現役のライダーでもあります、はい、もう昔からスノーボードが大好きな人が集まってる会社なんですけれども、はい、まずはその中でも、はい、ビンディング見てください。オレンジ色のフォースクつけてきました。これちなみに去年と変更点とかありますか？はい、まずフォースなんですけども、一番変わった点がここなんですよね。このアンクルストラップで、今年までのフォースはもう少し幅が細くて硬かったんですよ。それが今回は幅がより広くなって、またこのフレックスも若干ミディアムフレックスになったので、まあ、よりオールラウンドに使えるようになってます。ここが一番今年のフォースの変更点になりますね。さすが、いきなり分かりやすい会社、はい、ありがとうございますアンクルストラップ変わるって大きく違うじゃないですか、はい、足首のこう曲がる感じとか力の伝わり方が大きく違うなと思って、はい、で僕特にカービング好きなので、アンクルストラップ変わるとつま先側のエッチングの感じが大きくフィーリング変わるだろうなと思うんですよね、はい、その辺をじゃあ楽しみにこれから1本試乗してきます、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、じゃまずフォース行ってきます。さあオレンジ色のフォースつけてリフトを来ました。これから滑ってみたいと思います。でそもそもフォースっていうのがどんなビンディングかと言いますと、フリースタイル、フリーライディング、フリーカービングってちょっと3つ考えてみようと思うんだけど、フリースタイルはもうとにかく自由にボードを動かして自分のこうスタイル形っていうものを楽しむジャンプとか、パークとかそういった遊び方で、フリーライディングっていうのはもう山を上から下まで、ゲレンデを上から下までいろんなところを楽しむよっていう感じなので、遊び方で言うとエッジングもするし、こういうシナルっていうのもするしっていう感じ。フリースタイルはどっちかというとエッジングはあまりしないけど、このシナルをたくさんやるよっていう感じかなと思うんです。でフリーカービングっていうのはこのエッジを使うっていう要素がどん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 多くなっていく、スノーボードの滑り方かなと思うんですよね。フリースタイルが板のしなり、フリーライディングがしなりとエッジング、フリーカービングがエッジングっていう風に大きく簡単に分けてみると、このフォースがフリーライディング向けのスノーボードど真ん中っていう柔軟性と力の逃げないクイックさっていうのものを兼ね備えたモデルになります。力が逃げないように足の裏は真っ平らじゃなくて、もう内側にちょっとだけこうサンドカントがついてるんですね、このフォースのシリーズも。でハイバックがちょっとふくらはぎを覆うような形になっているので、柔軟性があるハイバックでも力をうまく伝えやすくなる、そんなテイストで滑ってみたいと思います。さあ川場スキー場のですね山頂まで来てみました。ちょっとガスっちゃってるのであれなんですけれども、本当はものすごい景色のいい場所なんです。さあこれからフォース滑ってみますけれども、今日のセッティングは、まあ、今日のセッティングも30-0でセットしております。そして、真ん中のディスクは縦に使ってつま先側にしっかり寄せて、そしてハイバックは前足1個入れて後ろ足4つ入れてっていうセッティングでございます。じゃあ滑ってみます。足元に柔軟性を感じます。いい意味でこう遊びがある分自分のポジションを自由に動かせる感じ。いつも僕アトラスエボ使ってることが多いので、それに比べるとかなり柔軟性がある足元で自由に動きます。
足元の柔軟性がすごく程よいです。やっぱり今みたいに流していくと板立ててグーって曲がるっていう感じよりはどんどんスピード乗せて落としていくフリーランっていう感じなんですよね。とそこまで板を立てるよりもテール踏んだりしてギュンギュン推進していく方が面白いので、板のしなり反発を使ったフリーライディングの遊び方、やっぱホースですね。さあフォースを使って上から滑ってきました。ビンディング見るときにまず気にしたいなっていうのがこのハイバックですね。このハイバックが今フォースってちょっとここがこうやってふくらはぎを覆うような感じなんですよね。で僕普段使ってるアトラスはもう少しここがフラットに近い感じなので、それによってふくらはぎに当たってくる感覚っていうのが大きく変化するだろうなって思うと、ヒールサイドのエッチング、板を立てるっていうテクニックもまた変わっていくんだろうなって思います。って思って滑ってみたらやっぱりちょっと違う感じでした。アトラスシリーズに比べると少し柔軟性があるので覆ってもらってる安心感はあるんですけれども、ある程度速度乗せてこの辺を使いに行こうとするとちょっと柔軟性が出すぎてしまうので、バーンが硬かったりとかものすごいハイスピードで出すとちょっと板がぐるぐるっていう風になる感じがヒルサイドターンでは少しだけ感じられましたが、逆にそのルーズさがスピードの中でボードをさばいたりとか壁登ってってブワーって動いてみたりとかっていうのがものすごくやりやすかったです。アトラスエボだとこんなに普段は動けない、ボードを動かせないなっていう感じが結構しっくりきたので、フォースはフォースでやっぱり面白いと思います。フリーライディングを楽しむ方はぜひともフォースチェックしていきましょう。スノーボーダーの青木玲でした。